はい、どうも皆さんこんばんは、ビビロイヤルです。本日は困った時はこいつを使えばいいで話題のルシアンの解説動画になります。ビルドとルーンから見ていきたいと思います。自分一番無難なビルドかなと思ってるのはこのビルドで、まあ、アイソラリ、ナボリ王権、セルリダって感じで積んでるんですけれども、まあ、この3手目のナボリに関してはまあだいぶ好みかなと。まあ、ナボリ積んだ方が、ブリンクもいっぱい打てるんで楽しくて自分は積んでるんですけれども、普通にブラッドサッサとか3手目に積んじゃって、でその4手目の王権のところもセルリダーで、5手目のところ GA みたいな感じでふうにもできるので、そっちでもいいかなと思います。でルーンはですね、自分はこのビルド、まあサステインが4手目までないので、ハンター吸血入れてるって感じですね。でなんかもっとスキルヘイストが欲しいなーって時は普通にエッセンから行く時もありますね。エッセン、ソラリ、ナボリなんですけど、まあこれ IE がないんでちょっとダメージが落ちてるかなと思います。まあここも IE にするか知見にするかっていうのは結構人の好みかなと思います。でルシアンのこのブーツエンチャなんですけど、自分は割とフロートベルト行くこと多くてですね、まあっていうのもまあゾーニアでも全然いいんですけど、フロートベルト積むことによってやっぱブリンクもう一個増えるとやっぱすげえ強くて、で E からのフロートベルトとかでめっちゃ距離詰めれるんで、それも強いなって。それで相手の柔らかいやつ狙うってこともできるんですよね、このビルドにすると。手前から落とさず前にも出れるんで、割とフロートベルトありかなと。まあゾーニアに必要な時もあるんですけど、基本的にはスキルは避けれるから、まあ2個のブリンク E とこのフロートベルトで避けていくっていうのも割と使用します。はい、で敵が硬い時はこのビルドにしてます。自分は王権、ブラクリ、セルリダっていくことで敵のタンク、まあほんとガレンとかヌヌとかが敵に来ていて、でそいつらから殴らないといけない場合っていうのは、相手はランディン陽面を積んでくることが多いので、クリティカルじゃなかなか落としきれない、味方のタンクの方が先に落とされてしまう可能性があるので、敵が硬い時はこのビルドでやってます。はい、で最後にブーツエンチャなんですけれども、自分は基本的にフロートベルトを積むことが多いです。E と合わせてもう一度ブリンクをして、相手の ADC だったり柔らかい敵に詰めるときだったり、 E で詰めて、で敵のスキルを受けるのにフロートベルトを使うだったり、いろんな用途があると思うのでフロートベルトにしてます。もちろん、まあ、ゾーニアが必要なときはゼロとかいるときはゾーニアにしてます。はい、それではスキルについて見ていきたいと思います。まずパッシブ二丁拳銃ですかね、これは。スキル使用後通常攻撃が2回攻撃になるよと、ヒーローに対して 150% だよというものになってます。で Q はもう、ビーム出しますっていう、指定してビーム出しますっていうものです。で W はなんか手裏剣みたいなの投げて、で当たったらマークついて、そいつを攻撃すると移動速度上がりますっていうものになってます。で E のスライドはもう本当に短距離すぐ移動するだけです。でまあこれ二丁拳銃ですかねの通常攻撃が敵に命中するたびにクルダウン短くなるんで、スキルヘイストとかナボリを積むとめっちゃスライドできるようになりますっていうものになってます。はい、でウルトの二丁走者なんですけれども、こちらはもう指定方向にめちゃめちゃ銃撃つよというものですね。ベイングローリーのスカイのフォワードバラージです。でちょっと簡単に見ていきます。 Q これですね、で2発になります。 W 当たると相手マークついて殴ると自分の足が速くなります。 E のスライドはもう普通にプリンクです。でめっちゃ簡単なスキルセットになってます。ウルトこれです。はい、ルシアのめちゃくちゃ対応するコンボについて説明していきたいと思います。 E 通常通常 Q 通常通常がまず2レベルでできるコンボですね。こちら E 通常通常の後すぐ Q を打つことによってモーションキャンセルがあります。こういう感じですね。はい、で3レベル以降はですね、スキルが3つあると思うんですけれども、この3つを組み合わせていただいて、まあ、結構強いコンボが作れるかなと。でコンボとしましては EWQ とか EQW とかWEQ ですね。やってみます、ね、まず EQW から。これですね。で、EWQ。で、WEQ。で、WEQ とかの時はですね、割とこう、W からすぐ殴れる位置に敵がいる時、ブッシュとかに隠れて襲う時に W から入って、こういう感じで。ただまあ E から使うと、最初に E を使うとクールタイムがそれだけ分2発殴ると解消されていきますので、 E から入るのが一番いいかなと思います。はい、最後にですね、ウルトまで入れたルシアのフルコンボになります。 EQW ウルトになります。でこれでウルトですね。で W を最後に打つことによって、ウルトの時間中足が速くなった状態でウルトを打てる、なので追撃だったりがしやすいっていう風なコンボになります。
はい、それではルシアのコツについて解説していきます。ルシアのコツはですね、スキル使用後の2回の通常がですね、他のスキルでモーションキャンセルできるということになります。で、まあ、このモーションキャンセルなんですけれども、まずちょっと比較してみていただくのが一番わかりやすいかなと思うのでやってみます。はい、まずはモーションキャンセルなしの方を WEQ コンボでやっていきます。こんな感じですね。毎秒ダメージが194となってます。次ありでやっていきます。こんな感じですね。毎秒ダメージ291になってますね。まあ、これ全部、まあ、順番が変わっても全部一緒ですね。がこんな感じです。で、まあ、ルシアのコツっていうほどのコツは本当に EQ とかのコンボを丁寧にやるっていうのと、あと集団戦中に、まあ、いいスキルっていうのをまっすぐ打たない、やっぱブリンクキャラ全般に言えることだと思うんですけど、もうイニシエと集団戦始まったじゃあ E で入るんじゃなくて、まあ、一回 W とかで様子見つつ、 WQ とかで様子見つつ、まあ、前出るタイミングだったり後ろ出るタイミングを見計らってしっかりこの E のブリンクを打つこと。で、まあまあ上り本当3コアとか入ってる場合は割と雑に切っちゃっても大丈夫なんですけど、まあ、序盤とか、まあ、そのスキルヘイスト積まないビルド行くときとかはちょっと E のタイミングっていうのは少し待ってもいいのかなと。で、本当に何もできない、これ E で入ることもできないし、もう W も Q も打っちゃったよってときはもう自分やることないときはウルトで時間稼いだりするときもあります。で、まあ連戦中なんですけれども、連戦中は基本的に Q はこの敵を狙って打つ、でも2発挟めるなら挟む、2レベルになった際はこうやって E 通常通常 Q 通常通常して引くみたいな感じで、まあ、こいつちょっとやばいっすね。で、ウルコンボはこうですね。これで自分の足も速くしつつっていう風な感じになってます。で、まあこれセルリで入った時にウルトめっちゃ強くて、もうこれだけでもう全弾当てれるんですよね。全弾当てるとずっとスローなん でセルリだ、マジで相性いいっす、このキャラクターと。普通にもうこれで相手に全弾当てれるみたいなところあるんで、セルリダはマジで相性がいいっす。はい、で説明は以上になります。で、割とちょっと説明不足かなと思う部分もあって、ただちょっと自分もまだ練習中っていうのもあって、ちょっとうまくこう言語化するのがちょっと難しいかなっていうところもあるので、まあうまくいった試合ちょっと今回2試合分撮ってあるんで、そちらを見てちょっと参考にしてみてください。はい、ではリプレイ見ていきたいと思います。ちょっと今回からこういうやりで何狙っていたかとか、ちょっと自分の思考も説明しつつできたらなと思います。で、構成こんな感じですね。で、まあ重要なとこちょっと1倍速とかにします。で、まず相手のゴーレム勝ってますね。モルガナに全部取られますけれどもっていうところで、まあレーンフェーズはやっぱ Q をしっかり相手狙っていく、外してますけど Q 狙いつつ相手を削って、まあゾーニングできたらなっていうところを狙ってますね。で、まあ、MF 対面とか、まあ、普通にあと、レーン戦においては、相手のサポートとりあえず対角戦に行くことは意識してやってますね。ラカンが右に行ったら自分は左に、ラカンが左に行ったら自分は右にって感じで。っていうのと、まあ、あと MF なんで、まあ、ミニオンの後ろには立たない。で、ハラスタイミング狙ってるってところで、まあ、これ EQ コンボ本当だったら狙っていきたいんですけど、どんどん。まあ、モルガナがちょっとダークシールド湧くまでは、まあ、ラカンの逆のカウンターがあるんで狙わずにやってますね。 Q だけでハラスしていく。今ちょっと倍速にしますか。ここなんですけど、リーシンがまあ上側にいるっていうことで、まあ、だいぶもうワンチャン見れるかなっていう部分で、まあ、相手削りたいですね、ここはめちゃくちゃ。なんでちょっと無理するします。でちゃんとこう W から行ってるのに、まあ、ちょっと避けれなかったのはまあマイバットですね。まあ、ただ相手は割と削れたのはいいかなって思います、このタイミングで。このダイブはまあよく決まったなっていうところありますね。ナイスプレー。で、ビルド入りましたね、結構。まあ、ラカの W 落ちたら積極的に
E で入ってもいいのかなって、まあここはちょっとダメージ計算が良くないですけど、でも ITMF ウルとドラゴン前に落ちたっていうので、まあこっちあるしワンチャンキルラインキルも狙えるなっていうところで、まあちょっと圧かけてますね。まあ、ただでもこの時間帯ってこのドラゴン枠前とかって割とオブジェクト前にジャングラーいること多いんで、あまり無理はせずに、でまあこの形なんですけど、まあ基本的にまあ誰かが羅漢が入ってきて、でそこにマスターイ入ってガリオが来るっていうの分かってるんで、まあ羅漢のエンゲージには当たりにくい、ちょっと後ろ側から入るようにします自分は。でまあガリオのウルトはスライドで避けてっていう感じですね。でやることない、これ爪もできないし何もできないんで、とりあえずウルトで晴らすって感じです。本当これスライドで避けたかったんですけど、ちょっと一瞬視界消えて避けれなかったです。でこれは死ぬの分かってたんで、オリアナからわざと離れました。まあ、敵追いすぎってところで1です、ですね。でまあもうこれ寄っても遅いんで自分は上行ってます。まあドラゴンヘラルド逆サイドだったら寄る寄らない、ヘラルドかヘラルド寄る寄らないは、自分は基本的に敵が寄ってたら寄る、間に合うときは。今はもう2000とかで間に合わなかったんで、これアウトプレイですかね。 MF が多分帰ったと思ってめっちゃ前出てたんで、いい感じにさばけました。これで育ちましたね、結構今のところビルドこんな感じです。 BF ソラリスね。やっぱ基本的にあれですね、あとこのドラゴンレーンとか自分のレーン折れたらミッドサイドとかリローテしてどんどんタワー折っていくゲームなんで、次で、まあ、ユーリで取れるときは相手のジャングル狩るとドラゴンファイトですね。まあ、ここ育ってるんでもう結構積極的にいってますね。いやー強い、これはもう何もしてない俺、味方強ってところでナイスプレイ。あ、飛ばしちゃった。まあ、こういうとことか、まあもう敵めっちゃ見えてて、こっち引けるし、で、まあタワーも折れそうだったんで、上行った感じっすね。これも、まあ寄ってキル取るっていうのもまあ悪くはないと思うんですけど、まあ人数差、オリアナ上で人数差あるの分かってたんで、まあこういう風に別で有利取ってもいいのかなとは思います。味方引けるし引いてよっていう危険ピンだけ出して、オブジェクト取りに行くのも別にソロ級のラリナなのかなと。まあ、GG という感じです。ワイルドリフトへようこそ。ミニオンが出撃しました。地獄に行くのはどこ？
敵を倒しました。ダブルキル。ドミネーティング。敵のタワーを破壊しました。敵を倒しました。味方チームはリフトヘラルドを倒しました。トップレーンのタワーが攻撃されています。味方が倒されました。味方が倒されました。
敵を倒しました。倒します。